さあ、コラケンホールいよいよメインイベントです。チームのストラダムス降臨でありますが、ガイアジャパンとの全面対抗戦だ。山田選手と北斗選手のコンビ、うん、いきなりデスバレーですか。ストラングラーホール、あ、なんとこれは長いを考えましたね。ですね。なんとこれ確か夫婦の絆をもズタズタにしようというのか、ストラングルホールド。これはまた少しこの間大阪で取ったのをこの、あ、そうですかね、そうですかね、あ、リエだ、はいはいはい、あ、リエですか、はい、チームのストラダムスに、あら、あー、うわー、ユースケス選手内を持ってリエが乱入。ああ、これ、袋叩きですよ、気がついたら。総出ですね。ああ、チームのストラダムスが総出で。うわー、これは何ですか、長与奇襲があだになったのか。ああ、団体戦ですね、これね。ですね。いや、リエがいきなりこれ。ああ、流血しちゃった。私もチームのストラダムスに入りましたって、なんかこう、主張が、ね。お披露目ですね。感じられますね。うわー、そして、うわー、何、今度は中山も介入して、僕の中山が、あー、あまり悪いことするなと、はい、いやー、しかし、あー、これ山田はどうしちゃったんですかね。もう完全にこれ10対1ぐらいになってますよ、これですね。あー、まあ、危ない。今ノストラダムスのメンバーが、アジア選手入れた7人かな、7人。あー、流血だ、流血。うわー、そしてテキーラ、ちょっと崩れましたね、これ。うわーっと、危ない。やっと山田が入ってきた。いやー、チームのストラダムスね、これも、あれ、なんだこれ、なになに、ああ、ああ、木ですかね。ああ、そして足をすくう、なんか中がパイプですね。はあ、何か尾崎特注ですかね、これ赤くなってありますんでね。うわー、おびただしい流血を見てしまいました。おっと、もう見るに見かねて、お前何やってんだっていう感じで山田が入ってきたんですが、まあ、こういうね、髪の毛のつかみ合いとかなんて、大垣がまたこうやって強いですよね。あー、ストリートファイトの様子を呈してきている。うわー、蹴りを張り手、うわー、ラリオットも返す、張り手。こういうね、攻めは山田もちょっと落ち着いてね、ここは行かないと。まんまとこれ尾崎のピッチにハマってますよ。勝ったらもう完全にペース、あ、北斗、北斗だ、今度は懐かしいですね。いやー、北斗が北斗を持ってきた。1人ワンアイテムですね、ありました。これまた中山もなんか伺ってますよ、伺ってますね、うわ、これはうまく入って、今度バケツ、バケツ、次から次へと武器が投げ込まれる。またいいタイミングで、ですね、ナイスキャッチという、ナイスキャッチでドンピシャに入りましたね、今。あ、ようやく奪い取りましたよ。あ、わーっと、さあ、ブルーのバケツで、うわ、これは結構効きますね。おお、ヤマさんが大立ち回りだ。おお、いや、まさにこれ何か時代劇のような状況になっていますよ。切っては投げ、切っては投げ、ちぎっては投げ。ただね、これちょっと少々フォール行っても絶対カットに来ますからね。そうですよね。チームのストラダムスは全員で戦っているわけであります。しかも全員一人ずつ武器を持っているという。ああ、マウントで今度は張り手、ちょっとね、須山さん、これガイア軍は勝ち目ないですよ、これこんな調子でやったら。ちょっとね、セコンドの動きを、ガイア側のセコンドがきっちり封じないとダメですね。これは変な話、スポーツライクにやってる場合じゃないですね。さあ、カオル、そして里村の表情も見えますけれども、ここはもうセコンドも含めての団体戦というぐらいの気構えでいかないと、これ大怪我しますよ。うわー、もうベコベコになってしまいましたね、あのバケツが。バケツは水を汲むためのもんなんですけどね。さあ、高速のブレー、ハイルドライバー、さらにはさらにはまた、だ、ここをなんとかしてほしいんですけど、うわ、何もそんなに人数で、そんな人数だし、そいや、あ、山田選手切れましたね。山さんの顔にね、今足の裏が5枚ぐらい引っ付いてましたよ。ああ、何ですかこれは。耳が痛いですね。もうね、これ
いやーちょっと分が悪すぎますよ。おっと、さらに、いや山田も流血か。あ、長屋の流血も相当、あ、そして噛みついてますか、これ。えげつないおっかさんですね。あ、もうね、子供に見せちゃいけませんね、こんなシーンはね。さあよく見とけ、何をやるんでしょう。さあ北斗、おお、うまい、お、うわ、これはうまく、あーっと、おかしいですね、山田がね、マウントを取りました。髪の毛を掴んで、もう山さんもこれだけやられちゃうね。先ほどの足地獄は屈辱でしたからね。あ、おっと、リバースゴリュー、早くも狙うぞ。さあ、お、さあ持ち上げた、リバースゴリュー、あー、何、尾崎がもう、うわー、そしてそのまま踏みつけるという北斗晶。北斗も復帰してからの随分ね、立ちましたんでね。あー、調子が戻ってきた。なんとか大将カットに入る。あー、やっと。さあここでタッチ。さあ大将と北斗だ。おお、細かい蹴りを、細かい蹴りを、そして後ろから前から畳み込んで、さあランニングスリーですか、ランニングスリーか。うわ、尾崎な、またしても武器を持って尾崎がカット。今度は、おお、デスバレーか、デスバレー行く。さあ山田がうまく尾崎をカットしてるぞ。これはチャンス、これはチャンス。うわー、しかし北斗がブリッジで返した。さあもう一発いきますね。さあチームのストラダムス、まあ北斗もだいぶこれ調子取り戻してきてますんでね。さあちょっと乱戦になってきましたが、ん、あーっと、あ、ストラングルホールド、ストラングルホールド、ストラングルホールド、あ、ガンマがっちり、うわー、これは本家本元ストラングルホールド。ギブアップします、ギブアップ、え、ギブアップ、ギブアップ、ギブアップですか、はい、長代選手のギブアップ、ガイア畑入れ初めてじゃないですか。あ、話します、ちょっと危ない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 、あれあれ、止めないと危ない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 、すごい形相だ、危ない危ない、やばいやばいやばい、面になってますよ、顔が、やばい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 、ああ、まだ止めませんね、ちょっとトミーさん止めないと、これセコンドは、あ、セコンドは完全にカットされている。うわー、すごい顔になっている、これはひどいぞ。うわー、山田が怒って、山田がもう怒ってね、怒りに暮れて今入ってきましたが、ちょっと遅かった、遅かったですね。長代大丈夫ですかね。ちょっとこれギブアップした後あんだけ攻められるとちょっと行っちゃったかもしれないですよ。あのギブアップするってことはもう限界ってことですからね、限界を超えて1分ぐらいやってましたよ、ああまただ、あ、またやって、これは阻止しなければいけない、危ないですよね。いやー、もうこれ大将選手生命にも関わらんという、はい、危ない、ああ、まだ行く、ここまでせんでもというね、この崎、これは何ですかね、これ、怪我をさせるための攻撃ですよね、これは、これは許せないぞ、あまりにも無法使いになっている。ああ、今応急でテーピングしてますけど、これ抜けたかなんかしましたかね、可能性ありますね、なんか抜けちゃったかな、これ、うわー、非常ですね、チームのストラダムスは。いやー、これはちょっと、あまりにもひどいなー、チームのストラダムス、ちょっとこう選手を怪我させることを目的でリング上でファイトされだすと、ちょっとこれは、しかも大人数ですからね、まあ、もちろんこれ問答無用、非常な攻撃をね打ち出しているチームのストラダムスですから、いや、なんでお客さんに向かって帰れよ、あれですか、うちらの試合を見られるんだったら来るじゃねえわ、あの、いや、まさにこれはアナーキズム、ちょっと収拾つきません、お客さんもだいぶヒートアップしてますよ、ここまで、ああ、ああ、ああ、これは長代としてはね、
屈辱的な試合になってしまいました。ああもう気がつくとねリング上全部チームのストラガムスに支配されちゃいましたよ。いやこれはねやっと全権取り戻したガイアだっていうのにまたこれチームのストラガムスに占拠されちゃってちょっと知恵使わないとダメですね。ねえこれあの団体戦ですからね常に団体戦ですからああ山さんがもう怒りに暮れてねいやこれ多勢に無勢ですからこれね、はい、やめた方がいいですね。ああちょっともうこれ収拾つかなくなりますからね。一回これもうしょうがないからもうね控え室に打った方がいいですねこれは。目がいっちゃってるわ。もうひどいことを連発している。ああもう何かこう人格をも否定されたような状況になってます ねまだそんな不安なことまで言い出して北斗だって歌を歌ったじゃないですかね。歌いましたよね。何を言っているんだという状況ですけれどもね。いやこれは不安も全て怒りに暮れるような状況になっている。チームノストラダムスこのまま突っ走っていくのか。何かしやっからよ。